肉体と石は、イギリスの SF ドラマ、ドクター・フーの第5シリーズ第5話。スティーブン・モファットが脚本を、アダム・スミスが監督を担当し、2010年5月1日に BBC One で初めて放送された。本作は4月24日に放送された前編、天使の時間との2部作の後編であり、リバーソングと主要な敵として嘆きの天使が登場した。本作ではタイムトラベラーの異星人11代前ドクターと彼のコンパニオンのエイミー・ポンドそしてリバーソングとオクタビアン神父率いる武装聖職者たちが他者から観測されていない時にも動くことのできる生命体である嘆きの天使による罠から脱出する。彼らは墜落した宇宙船ビザンティウム号に避難するが、天使たちが彼らを追いかけ、そしてエイミーは目に映った天使により死の淵に立たされる。やがてドクターたちと天使たちは生命を歴史から抹消してしまう時空の裂け目の拡大の危機に直面する。モファットは映画エイリアンとその続編エイリアン2の関係にインスパイアされ2007年のエピソード瞬きするなのアクション思考の続編として天使の時間と本作を執筆した。本作では時空の裂け目というメインのストーリーアークにまつわる生命線とも呼べる情報のほか登場人物を動機づけする数多くの実例が明かされた。天使の時間と肉体と石は第5シリーズで最初に撮影されたエピソード2本であり、肉体と石の撮影は2009年7月にベール・オブ・グラモーガンのサザンダウンビーチで開始された。イギリスでの視聴者数は849万5000人を記録し、批評家から主に肯定的なレビューをされた。ただし、多くのレビューでは、前編の質に追いついていないとコメントされているほか、天使の動いている様子を見せるという決定は受け入れられなかった。さらに、エイミーがドクターを誘惑しようとするシーンは BBC への苦情を呼ぶこととなった。脚本家、スティーブン・モファットは、嘆きの天使を前にした時に起こり得る最悪の状況を考えているうちに、天使の時間と肉体と石を思いつき、見ることのできない状況を考えた。失明が最初の案として挙げられたが、目の中に天使が侵入したためそれを阻害するために目を閉じなくてはならないという劇中でエイミーが陥った状況に帰着した。モファットは以前第3シリーズ用に執筆した嘆きの天使の初登場エピソード瞬きするなのよりアクション思考となった続編として本作をデザインした。彼は映画エイリアンとその続編エイリアン2の関係にインスパイアされており、彼は前者についてはより控えめ、後者についてははるかに派手であるとコメントした。瞬きするなでは、天使は生きるために行動していたが、それとは対照的に本作では戦争を彷彿とさせるような計画を天使に持たせる意図があった。現代、フレッシュ&ストーンはモファットの息子が提案したものである。本作は、時空の裂け目をめぐるメインのストーリーアークにおいても重要である。裂け目のアイデアは、モファットの息子の壁の同様のひび割れにインスパイアされたものであった。裂け目が再び開いた際、裂け目に関する複数の事実が明かされる。本作では、2008年クリスマススペシャル、もう一人のドクターでの出来事が歴史に残っていないことと、エイミーが、第5シリーズ以前の世界的出来事を覚えていないことがつながっているとドクターは推測した。また、彼は裂け目の原因となった時間の爆発が2010年6月26日であることも発見した。2010年6月26日は第5シリーズ最終話、ビッグバンの放送日でもある。ドクターとリバー及びオクタビアン神父がエイミーと他の聖職者を置いていく。前に、わずかな間だけドクターが戻ってきて、エイミーを慰め、自分を信じることと、幼少期に語った言葉を思い出すように告げた。しかし、このシーンのドクターはそれ以前に天使に奪われたはずのジャケットを羽織っており、腕時計も違うものを着用していた。これは後に、宇宙の再起動後に、エイミーがドクターを思い出すようにするために、過去の出来事に介入していく未来のドクターであったことが、ビッグバンで明かされることとなった。リバーソングはパンドリカが開く時にまたドクターに会えると彼に伝えた。パンドリカについては以前11番目の時間でプリズナーゼロが言及しており、パンドリカの正体そのものはリバーソングが再登場するパンドリカが開くで明かされた。本作の細かい部分は性格劇的であった。楽しいからという理由でエイミーを拷問する天使はドクターの怒りに火をつけたが、結果としてドクターが天使を倒しつつエイミーを救う方法を生むきっかけにもなってしまった。このシーンについてドクターはその瞬間にエイミーの救出方法を計算しなければならず、いかなる同情も推理の邪魔になるため彼にはエイミーを慰める時間がなかったともファットは語っている。また、リバーはこのことを理解しており、ドクターが考えなくてはならないという旨をエイミーに説明した。モファットはエイミーについて、情熱的なファイターかつ利口だと評価しており、これは1秒以上目を開けてはならない状況で1秒未満のま目を開いて、状況を確認したシーンで描かれている。またモファットは、ドクターを誘惑しようとするエイミーの態度について、11番目の時間で組み立てられたエイミーのキャラクターに矛盾しないものであると考えた。当該シーンは死の間近に迫った事態からかろうじて脱出したことを反映していたが、後にもハットはこのシーンを笑える風に書いたことは間違いだったと振り返った。ドクターの反応はこの手の女性の行動に対して恥ずかしく慌てているような典型的な反応を意図したものだった。森でのシーンは、ディーンの森のパズルウッドで撮影された。天使の時間と肉体と石は、第5シリーズで最初に制作された2エピソードであった。肉体と石の台本の読み合わせは、天使の時間に続いて2009年7月15日に行われた。ビーチでの最後のシーンは、ウェールズのベール・オブ・グラモーガンのサザンダウンにて2009年7月20日から21日に撮影され、第5シリーズで最初に行われた撮影となった。ビサンティウム号の森でのシーンは、ディーンの森のパズルウッドで2009年7月に9番をかけて撮影された。嘆きの天使の大部分は、石像の小道具ではなく、若い女性がマスクと衣装を着用して3時間に及ぶ特殊メイクを施していた。準備に時間がかかったことと、長時間経っていなければならなかったことから、アダム・スミスは、この撮影について完全な悪夢だったと語った。クライマックスのシーンではギランは目を閉じたまま歩かなくてはならず、地面がデコボコでぬかるんでいたため難しく挑戦的な撮影だったと語った。クッションとなるマットの存在には気づいていたものの、つまずいて倒れなくてはならないシーンが最も怖かったと彼女は主張した。目を介した演技ができなかったため、ギランは自身の感情をより強く表現しようとしなくてはならなかった。ビサンティム号の重力場が消失して、ドクターとエイミー及びリバーが空中で水平になるシーンはワイヤーと強力な送風機を使って撮影された。エイミーの寝室が青色であるのは監督アダム・スミスのアイデアであり、幼少期にドクターと出会った際にタービスにインスパイアされたことを示している。肉体と石は BBC One と BBCHD での再丸放送で2010年5月1日に初めて放送された。当夜の視聴者数は687万人で、うち653万人が BBC One、34万人が BBCHD での視聴者だった。これは前話天使の時間からわずかに数字を伸ばしたことになるが、それでもその夜の全番組の視聴者数では、ブリテンズ・ゴット・タレントに次いで2番目であった。最終合計値は849万5千人で、801万9千人が BBC1、47万6千人が BBCHD での視聴者であった。その週では、それぞれのチャンネルでは、この視聴者数は5位と1位であった。アプリシエーションインデックスは86を記録した。日本では2015年6月18日の午後10時からアクスンミステリーで字幕版が放送された。なお、同日午後11時からは、継ぎ話、ベネチアの吸血鬼の字幕版が続けて放送された。肉体と石は、主に肯定的にレビューされた。ダニエル・マーティンは、ガーディアン紙のガーディアン .co.uk で、肯定的なレビューをしており、ドクター風史上最も素晴らしいエピソードだと確信を持って主張できる、バカバカしいくらいに良い。数秒おきに象徴的なシークエンスがあるので、瞬間を選ぶことに意味はないとコメントした。特に、オクタビアン神父の死のシーンを彼は称賛し、神父を見殺しにしなくてはならないと気づいたとき、マット・スミスの顔に絶望が忍び寄る。オクタビアンの最後のスピーチは名誉と優雅さでもらい泣きをすると指摘した。イ軍のマット・ウェイルズは本作に10点満点で10点の評価を与え、壮大で象徴的な瞬間が詰まっていた。終わりには、答えよりも多くの疑問と、モファットの几帳面な計画の遥かに良いセンスが残されたと述べたギャビン・フラーは、デイリー・テレグラフのウェブサイトにて、本作について、スリルと取りこぼしのジェットコースターと表現した。彼は、森でのシーンを称賛し、エピソードが進むにつれて、ドクターたちの直面する脅威の状況と規模が、遷移するため、すべての感情の範囲に対応していて、エピソードのハイライトであると述べた。しかし彼はドクターを誘惑しようとするエイミーの態度には不信感を抱き、シリーズの普段のトーンを保っていないようだ。もし何人もの若い子供たちが見れば、画面に最もふさわしいシーンではないかもしれないと主張した。ラジオタイムズのパトリック・マルケーンは本作を肯定的にレビューし、天使の時間と肉体と石を誰もが10点満点中10点と評価するドクター風の2エピソードであると表現した。彼は天使の君の悪さゆえに天使の時間の方がわずかに素晴らしいと評価した一方で肉体と石についても視聴者を緊張感と身震いで爆撃したと考えた。また彼は終盤のエイミーの色気のあるおどけた仕草に大層驚かされたとも主張した。スラントマガジンのスティーブン・クーパーは本作について、エキサイティングでアクションの詰まったジェットコースターだと述べ、スミスやギーラン及びキングストンの演技を称賛するだけでなく、監督アダム・スミスの技量を一級品であると評価した。彼は、より明らかなモファットのストーリーアークと新シリーズの他のストーリーアークも違いを指摘し、番組にとって要約の革新だと信じた。彼は視聴者の忘れていた要素を使って天使を倒すという最後の展開も称賛した。天使の動いている様を見られるのは身の毛の余が強でよくできていたと感じたが、時間を埋め合わせるための全く重要でないシーンだったと考え、はるかに独創性に富んだ興味深いものではなかったと評価した。SFX のデイブ・ゴールダーは当該シーンを非常に恐ろしいと評価して、天使の動きは効果的だったとしたが、かつての素晴らしいモンスターたちが少し弱々しく馬鹿に思われると感じた。また、彼は本作が単調であり、開いた口が塞がらないような暴露もなかったとして、前話には及ばなかったとした。しかし全体的には彼は肯定の立場であり、しっかりとしたエキサイティングで手に汗握る45分だった緊張感があって、アクションが豊富で、記憶に残るシャレや、感動的なキャラクターの瞬間が詰まっていると感じた。彼は特に、エイミーのカウントダウン描写やオクタビアンの死を称賛し、星5つのうち4つ星の評価をした。肉体と石は、前話、天使の時間や継ぎ話、ベネチアの吸血鬼と共に、リージョン2の DVD 及びブルーレイディスクで2010年7月5日に発売された。同年11月8日には完全版第5シリーズ DVD セットの一部として再発売された。日本語版 DVD は2014年10月3日にドクター風ニュージェネレーション DVD ボックス1に同梱されて発売された。2011年5月にはザ・タイム・オブ・エンジェルスというタイトルのもと、天使の時間と肉体と石の小説版が学校リテラシープログラム用にピアソンエデュケーションから出版された。トレバー・ベクセンデールが執筆を担当した。2017年には、モファットはドクターとエイミーのキスシーンを改編できればよかったと発言した。ツイッターの Q&A で彼は、書くべき素晴らしいシーンがあったのに、私は完全に書くことを避けていた。私はキスを笑えるようにしたが、それはとても間違っていたと述べた。ありがとうございます。